高いグルカゴン分泌抑制効果2型糖尿患者さん20例に水に 100mg を1日2回または下グリプチン 50mg を1日1回3日間投与した臨床薬理試験の結果です朝食後2時間の血症グルカゴン AUC 変化量は水に群のみ投与開始前と比較して有意な低下が認められました 特に夕食後においてスイニーとしたグリプチンの差が大きく、その理由として、1日2回製剤と1日1回製剤の夕食後の DPP4 活性阻害率の差が影響したためと考えています。 スイニーだけではなく、エクアでも類似のデータが得られており、グルカゴンの測定法はまだ進歩していますので結論を急いではいけませんが、グルカゴンをしっかりと抑制するためには、1日2回投与の DPP4 阻害剤が良い、1日2回内複製剤の共通した特徴と考えてよいのでしょう。